あ、サッチヤッホー。ちょっとなんかさ、机がグラグラするんだけど、気のせいだ、気のせいか。サッチー、こんばんは。ちょっと1分早いけど始めちゃった。こんばんは。そうです、ミッフィー。ずっとね、左しかなくて、あーこれなくしたわって思ったら、昨日モコモコのパジャマを出したんですね。そしたらそのモコモコのパジャマの右ポケットにいました。嬉しい、見つかった。そう、あ、そして一昨日の11月14日、僕の太陽公演ありがとうございました。ちょっとどうでしたか皆さん、初日公演ありがとうございました。本当に DMM でも見てくださった方、来てくださった方、どっちもしてないけど応援してたよって方ありがとうございました。まっちゃんさん、ありがとう。サッチのね、セクシープチトマトは残念ながらサッチはしませんよ。ふふふ、ありがとう。あ、初日お疲れ様、ありがとう。あ、DMM で見たよって、ありがとう。最高に決まってる。あ、嬉しい、初日お疲れ様でした、ありがとう。皆さん、ユニットは当たりましたか？サッチもそれがね、気になって気になってどうでしたか皆さんの予想は、当たってましたか？サッチはね、僕の太陽公演ではね、日暮らしの恋とひまわりをやったんですけど、どうでした？あ、当たりましたって。ひまわりどっちもね、よく言われてたから、そう、当たってる方多い気がする。あ、ハズレの方もいるね。そう、そう、でも僕ジュリもね、言われてたりしてたから、そう、こんにちは。かわいい、リアチーがサチさんと言ってくれて感謝。感謝って何？嬉しい、ありがとう、私も嬉しいわ。そう、ギリギリまでお話ししたり、そう、日暮らし、そう、日暮らししました。こんばんは。予想通りすぎて、本当に、そう、サッチーこんばんは。ミフィタンをつけてます。ミフィタン。日暮らしのサッチー、よかった、ありがとう、似合ってたって。サッチーヤッホー、ひまわりはほんわか。そう、ひまわりも、そう、ひまわりの衣装似合ってるって言われました。嬉しい。サッチーが一番カメラ目線か。そうですね、カメラ目線は意識したかもそう、赤く光ってないかなって結構常に気にしてた。目が合いましたね、 DMM でご覧の最前の皆さん。そう、あと今日ね、 STU ウォーカー、11月13日発売の STU ウォーカーをゲットしました。じゃーん、ぜひ皆さんも STU ウォーカーゲットしてみてください。ケイさん、ありがとう。あ、 DM で応援してました、ありがとう。そう、サッチーヤッホー、ありがとう。あ、もちろん、あ、僕の太鼓最高でしたって。そう、明日は11月17日は果実さん、ありがとう。17日も僕の太陽公演がまた違うメンバーでありますので、お時間ある方はぜひ
しんさんありがとう、ハート、こんにちは、しけんさんありがとう、そう明日もありますので、ぜひぜひ、ミシェルボーイさんハートありがとう、りょうちさんありがとう、そう、さっちやっほー、あ、手が綺麗って嬉しい、ありがとう、ひまわりの表情からのダンス、ひまわりの表情からのダンス、ありがとう、ひまわりの竹内先輩か、ヤマトさん、かまちゃんありがとう、くまねパパさんありがとう、すみっこ暮らし今コラボしてるね、かわいい、タッチヤッホー、日暮らしの声の衣装もよかったね、なんか結構その大人っぽい感じで、そう、うっかりやんこさんありがとう、やすめさんありがとう、ベレッタさんありがとう、デオチさんありがとう、黒の衣装ってのなかなか着ないので、そう、わーちゃんさんありがとう、噂のレイダン、噂のレイダンはどうでしたか、ちょっとヒーターを見習おうと思いましたね、こういう方よってありがとう、さやかさんありがとう、そう、くまねパパありがとう、すみっこガチャガチャかわいい、さっちやっほーやっほー、きらさんありがとう、しけんさんありがとう、じゅー、やさぐれ感ってなんだ、こうふんみたいな感じ、へえ、ちょっと待って、くしゃみでそう、うん、大丈夫大丈夫、こんにちは、迷子の5さんありがとう、だるま、こんにちは、こんにちは、ありがとう、そう、おっちぇ、おっちぇ、久しぶりに言った、サッチ今日も可愛い、ありがとう、そう、ST ウォーカーが話気に飛んじゃうけど、11月13日に発売されて3期研究生も載ってるので、そう、少しぜひゲットしてみてください。あ、危ない危ない。左には洗濯物がある。レンさん。そう。あ、今日届いただって。あ、予約したーって。ありがとう。サチコタンも載っています、こういうね、文字がたくさん書いてある本好きなんですよね、なんか全部読みたくなっちゃう、髪飾り何つけるこれはですね、前髪クリップと呼ばれるミフィタンの前髪クリップです、私の大好きなキャラクターのミフィの前髪クリップです、そう、なんか前までね片っぽしかなかったんだけど、そう、両方見つかったので嬉しくてつけてます、そう、りょうちさんありがとう、そう、こういうの全部読みて、そう、全部読みたくなる、かわいい、いやー嬉しいですね、とてつもなく、やすさん、ソイミルクさんありがとう、すみっこ、そう、こんにちは、こんにちは、サッチーやっほー、こんにちは、こんにちは、この前僕炊いた、ありがとう、おとつい、ありがとう、サッチヤッホー、
もう寒いね、冬みたい。サッチヤッホー、ありがとう。これはもう冬ですわな。遊びにプチトマトに反応しちゃう。 MC でね、プチトマトって、そう、セクシー対決してたんですよ。もう私は参加してないんですけど。おさむちゃんさん、ミシェルボーイさん、ありがとう。サッチヤッホー、サッチヤッホー、体調気をつけて、ありがとう。そう、季節の変わり目って崩しやすいです。公演は暑かった、本当に。そう、びっくりした。最初の4曲でね、しっかり汗かきましたね。ソイミルクさん、ありがとう。さきちゃんのプチトマトも聞きたかった。残念。あれだよね、レイダン終わりの MC かすみも呼ばされてやだやだ、サッチは絶対言わない。可愛く言っちゃおう、もし言われたら次そう、グラタンか、グラタンだ、かすみは。そう、これからね、 DMM を毎日見る生活になりそうですよ。トゥ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 チュチュチュルチュルチュルチュチュチ、私のもの、え、嬉しい、日暮らしに合ってた、ありがとう。サッチヤッホー、サッチヤッホー。初めてね、ミンミンさん、ありがとう。初めて3期生だけで公演ももちろんなんですけど、その MC 初めてやってね、そう、緊張しましたね。緊張、 MC 結構緊張しましたねそう、 MC がね、 MC 向こうじゃなくよかった。あ、後半のね、そう、そっちだったらグラタンの刑になるとこだった。僕と楽しいと思うかも。嬉しい、ぜひぜひ、嬉しいです、ありがとう。2回見えましたよ、 MC もか、ほんとに。そう、ありがとう。ゆういちさん、ありがとう。さっちこんばんは、こんばんは。けいけいさん、ありがとう。みちゆきさん、ありがとう。MC? いや、全然ね、余裕じゃなかったよそう、サッチヤッホー、ありがとう。道行さん、ジャパン前さん、ありがとう。私のもの、リップを少し塗ります。私のもの、そう、新しいリップ買ったって言ったじゃないですか。でも使いませんでした。結局自分にはね、ピンクレッドぐらいが似合うなって思ってやめました。そう、でも今つけてるのは新しく買った方の赤いリップです。お答え、お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとう。クレイミさん、ありがとう。ハート、レイダーみたいな私服ね、持ってないかも。うん、黒のミニスカートは持ってるけど、でもレザーは持ってないかな。平津具さん、ありがとう。サバさん、ありがとう。うん、レザー素材は持ってないですね。高森さん、ありがとう。山本さん、ありがとう。え、赤いリップ絶対、え、本当に。え、でもね、この前の YouTube 配信でつけてたんですよ、赤リップを。石川人間さん、ありがとう。そしたら終わったらママから LINE に、
赤リップは似合いませんって LINE が来てた。そうそう、なのでね、なんかね、ずっとちょっと皆さんに SOS です。そう、ケイケイさんありがとう、ひろのりさんありがとう、そう、ママ、そう、いやでも自分でもちょっとケバいかなって思った。そうそうなんですよ。マッツンさんありがとう。あ、そうで、皆さんに SOS です。そう、ずっとね、オペラのピンクレッドを使ったんですけど、もう廃盤になっちゃったんですよね。そう、だから似た色がないかなって今必死に探してます。なんかリップモンスター、そう、そう、濃いメイク、でも昨日のメイクは割と好きです。昨日じゃない、おとついだ。りょうちさんありがとう。あ、ミフィーちゃん、そう、ミフィーちゃん、確かに公園だとまた違うかもね。 YouTube の時はしっかり明かりもあったから、確かに確かに、濃すぎるってのもあるけど、確かに次一か八かで。ラブリーフォーテーターの46さんありがとう。タンタンタヌキさんありがとう。ズキありがとう。ゆういちさんありがとう。いちころ、いちころじゃない、石ころ人間さんありがとう。私のものを前のすべてはチャララララララ、こんにちは、こんにちは、私のものレイダン、レイダン、言うことを聞き、ゆきおさんありがとう、ゆきおさんありがとう、まゆさんありがとう。そうそう、リップモンスターの02番ね。そう、なんか私リップにもう何年使っただろう今月。お母さん見てませんように。リップめっちゃ買っちゃった。そう、いや、木体公演のために似合うリップをね探してたんです。そしたらいつの間にか数本買っていました。そう、だから、そう、プチプラを買ってるんですけど、たくさん買ったらもう素晴らしい値段で。サッチの麦わら帽子みたいな、え、サッチも麦わら帽子かぶりたい、本当は。そうね、あと覚えるの大変だけど、あの全ユニットしたいって思った。そう、ジェットコースター好き。それが最後の、かっこいい、ある、あと愛しさのディフェンスもやりたいですね。そう、え、リアチュー可愛いな。リアチューありがとう、こっちこそだよ。そう、どのユニットもいいよね。アイドルもしたい、ほんと全部したいですね。なんか交換の会とかないかな、ユニット交換会みたいな。そう、平津さんありがとう。アイドルは衣装もんと大優秀すぎる。なんかまだ本番までアクセサリーとかをつけてない状態、うん、うん、アクセサリーをつけてない状態のは何度か見てたんですね、着リハとかで。サッチータン、そう、サッチータンって呼ばれてます。
さっちリアチ、リアチは見てるの今私の配信を。リアチおそれにするこれ。リアチも確かミッフィーが好きなんですよね。待って、何の話してたっけ。あ、そうそう、アイドル、アイドル、アイドル。そう、それでチクリハとかで見てたんだけど、マイクだけももちろん可愛いんだけど、その本番初めてアクセサリーつけて髪もちゃんとやったのを見て、もう惚れますね。あれは可愛すぎる本当に。アリアチ配信中なんだ。一緒に見てるってこと？同時にか、同時に見てるのかな、同時に見てるのかな。リア充ミッフィーいいよね。あー、電車バト僕君かい。イケちゃんさんありがとう。そう、早着替えも頑張って、かわいい平次さんありがとう。かわいいすみっこちゃんが5人並んでてありがとう。サッチサッチヤッホー。おばあちゃんさんありがとう。ミシェルポイさんありがとう。そう、早着替えもね頑張りましたね。うんうん、衣装だけでもね。確かに、あと何があるか、やっぱアイドル着てみたいかも。羽村ハッシーさんありがとう。こんにちは、しけんさんありがとう。こんばんは、こんばんは。めっちゃ足しびれた。こんばんは、こんばんは。ね、ひまわりのむげら帽子。そう、そうですね、ニキせいさんの時よりは人数が少ないので。まっつんさんありがとう。サバさんありがとう。いや、アイドルの衣装本当に可愛かった。アイドルだよねやっぱ。うー、寒いな夜か、冷えますね。ちやこんばんは。まっつんさんありがとう。そう、ノアミョンのひまわりの衣装好き。ふわふわで可愛い、袖とかがフリフリだったし、そう、帽子あったしって感じで。こたつ持ってないです、毛布で我慢。毛布にくるまってます。ケンさんありがとう。ハート、こんばんは、こんばんは。そう、そうですね。そう、ランランランとかの衣装がおしゃれカンパニーさんでした。後ろのタグ見たら、かわいい、かわいかった。なんか衣装を曲中で脱ぐの、脱ぐ曲が多いんですね、僕の太陽公園って。それがね、そう、練習頑張りました。こんにちは、こんにちは。いやよ、ダメ、クレイジーラブ、チュチュルチュ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 ルチュ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 。繁盛してるで、白い砂浜、ひと夏限りのスリルが並ぶ。
自身の分だけ露出してる。こんばんは、こんばんは。ワンツースリーフォー、ワーワーワー、チャ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 。稲妻に打たれたの。ワーリラ。サチ、こんばんは。リョッチさん、ありがとう。え？やっぱ何かに引っかかってたのか。急にもご、あ、だから机がグラグラしてたんだ。コンセントに引っかかってましたね。思い出せないスピードで。今は STU ウォーカーの STU ウォーカーのですね、 STU の歴史を見ています。こういうね、小さな文字がたくさん書かれてるのを見るの好きなんですよね。え、3期生じゃ、救急車。オッケーです。すみません。二期生さんの特別公演。ちなみに、え、すごい。いいですね。あ、間違えた。そうなんですね。はるさん、ありがとう。ミシェルボーイさん、ありがとう。おかえりって言われてめっちゃ嬉しそうだ。嬉しいです。もう私は恒例なので、皆さんよろしくお願いします、今後も。ミュージックステーション。ベストアーティスト。すごいですね。あ、簡単公演、エヴァントホール。ん？クワトロ。クワトロってやっぱあっちだよね。ん？
違うな。ちょっと待って、3期研究生加入お披露目、おお、to be continued。 いやいいですね、こういうの好きですよ私。めっちゃ見ちゃうっていう感じでございます。そう、ユニットみんな予想通りの方が多かったみたいですね。そうです、 STU の歴史を見ていました。 STU 王冠こういうの大好き、めっちゃ見ちゃう。炭酸せんべいさんありがとう。いやーいいですね。そう、ちょっと足がかゆいですね。書かせてください、足を。サッチー写真集ね、出したいですね、いつかは。いやー素晴らしい素晴らしいです。ミミーさんありがとう。確かにそんなことできるのかな、市中公演劇場さんに全劇場。あ、リア充がお揃いにしたいって、え、マジでしたい。リア充、リア充のタンプレいいじゃん、しようよ。夏は出張チャンスしたいですね。こんばんは、こんばんは。心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビン。タンプレはね、めちゃくちゃ使ってます、めっちゃ使ってる。ありがとう、実用性が合ってる。これでいいですね、新潟とか。確かに、言ってた、言ってた。しけいさんこんばんは、ありがとう。僕はクマ、今日はねカツサンド食べてたんですよ。お腹がいっぱいでですね、こんばんは、こんばんは。藤井うさぎさんありがとう。幸子のパフォがワイのど真ん中に、え、嬉しい。ひとひとど真ん中に、ここはね指が難しいんですよ。パーグーグー親指っていう感じでね、指が難しいんですね。実はステップはね繰り返しが多いんですけど、指が難しいんです。父さんありがとう。ひとひとど真ん中一部ヒットヒット親指っていう感じで覚えましたそう、僕の太陽ね、僕の太陽しっかりカメラに抜かれてて嬉しかったです。最後しっかり目線も
目線もねカメラに向かって嬉しかったですね。ナイス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 です。人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたってビンゴビンゴの手ね。そうそう、いろいろね意外とね動いてるんですよ。足のステップ、ちょ2回も言っちゃった。足のステップは一緒、一緒っていうか大体ね似たようなのが多いんですけど、実は手が複雑なんです。僕の太陽の幸子が眩しいサングラスかけようか。じゃあ千秋楽ではもうほんとサングラス1個じゃ足りないぐらいね眩しくなりたいですね。で今の公演は昨日の一昨日の公演は模擬でこういうね、あちょっと美味しいなぐらいで行ったと思うので、次はちょっとこんぐらいで次はサングラスでって感じでどんどん眩しくなれるように頑張ります。サチこんばんち、サチヤッホー、ヨヨのヨさんありがとう。8人もね確かに一人一人よく見えます。ユニットは同じ人数かそうですね、ユニットもいいなって思いました。一人一人じっくり見れて、そう僕隊公演は本当いろんなね幅広いからそう楽しいですね。やっててもドスコイ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 、さっきなら太陽ね、やったサニー、さっちは僕の太陽よってありがとう。さっち初のチェキ届いて可愛すぎる、あ嬉しい。皆さんチェキ届きましたか、幸子の。ぜひぜひ大切にしてくださったら嬉しいです。ピクロチックさんありがとう、ハートじゃなくて10周年おめでとうございます。ライジングホールさん8周年おめでとうございますと大きな声で言いました。リサコと そうですね、ありがとうございます。そう頑張りましたよ。チェキは下方箱にしまいましたありがとうございます。たまには顔を出してあげてください金庫かな。やあやあこんにちは。そんな僕は33歳、おめでとうございます。合ってるミシェルボーイさんありがとう、10周年おめでとうございます。カホーそうこんばんは、こんばんは。ミキヤくんありがとう。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。え、嬉しい、神棚に飾ってます。今日は25分になったら終わろうかな。バスリさんの生誕祭を見ます。まだ DMM 見れてない PA、ぜひぜひ早く見てくださいそう
あ、じゃあユニットはまだ見てない方で C で、クロチックさん、バラありがとうございます。ます、早着替え一番早いの誰、早着替え誰だろう、わかんないですでもね、早着替えはね、みんなね、自分が一番になれるようにね、全力で頑張ってますよ。そう、早着替え王になります。ケイさんありがとう、トウさんありがとう、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。今日は木曜日、あ、今日お気に入りのドラマだ、みーちゃん楽しみが一個増えた、ルン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 そう、楽しみが一個増えましたね。そう、お、いちごを目指してるの、さちこも目指してますよ、早着替えを。そう、うんうん、早着替えはですね、落ち着くことが大切ですまだね、全然遅いんだけどね。そう、スイくんさんありがとう、こんばんは。ミッフィーかな、そう、ミッフィーの前髪クリップが見事両方見つかったので、嬉しさを込めて両方つけております。トゥフィさんありがとう、ハート、ガッティ名サチコ、そう、バトってきます、次の公演でやばい、イチゴはもうあと靴下だけなのに私はまだって感じでバトルしてきます。シエリアさんありがとう、意外と靴下ちょっと苦手、苦手の部分焦っちゃう。そうだよね、もう焦っちゃうよね、そう、靴下あと靴下だけって思うと逆に焦っちゃう。こんばんは、こんばんは、髪の毛2つけるとありがとう、人差し指空に向けて白い雲とぼやぼやした気持ち、一番好きな花ひまわりです、てかんぱかん、ひまわりが好きですよ、一番夏のお花。サッチヤッホー、晴れ渡るまでむくうんたん、こんばんは、こんばんは、ありがとう。君が世界の こんばんは、ようよう、そうなんですか、すごい急いでたんですよね、焦っちゃいますよね、確かに確かに。そう、前の曲よかったよ、あ、嬉しい。風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている、こんばんは、こんばんは、こんばんは。お、じゃあそろそろ壇上読みたいと思います。そして始まる壇上読みですが、13位ばあちゃんさん、12位石ころ人間さん、11位ビクロチックさん、10位ゆきおさん、9位ゆういちさん、8位りょうちさん、7位炭酸せんべいさん、6位とんさん、5位けんさん、4位マッツンさん、3位ゆきみちさん、ありがとう、ん、ゆきみち、違う、逆です、みちゆきさん、ありがとう、くしゃみなそう、止まりました。
大丈夫でした。道行さんありがとう。3位、そして2位はくもねパパさんありがとう。そして1位は平つぐさんありがとうでーす。ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございました。それでは皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。今日も一日そしてお疲れ様でした。明日も一日頑張りましょう。それじゃあみんなありがとう。バイバーイ。おやすみ。まだ寝ないけど。